どうもこんにちは、こんばんは、キャロラインです。はい、今回は美少女戦士セーラームーン R をやっていきたいと思います。あ、唐揚げマシンさん、ティータイムさん、こんばんは。お仕置きよ、今日もやってますよ。さあ、あ、ランサーエボリューションさん、こんばんは。今日もやってますよ。はい、ということで今回は美少女戦士セーラームーン R をやっていきたいと思います。では行ってみましょう。オプションレベルは普通で、コンティニューはマックスで行ってみましょう。あ、ケンケンさん、こんばんは。シャインアクアイリュージョン、アミちゃん、アクション。あ、シキさん、こんばんは。今日もやってますよ。はい、じゃあこの5人の中から選べるみたいですね。セーラームーン、月のうさぎ、セーラーマーズ、セーラージュピター、セーラーマーキュリー、セーラーヴィーナス。いやー、この中ですとね、こうタイプでこう選んじゃうと思うんですけど、こう自分はね、やっぱこのアミちゃんを選んじゃいますかね。タキシード仮面、まあでも今回はまあこの月のうさぎセーラームーンが主人公なんで、セーラームーンで行ってみましょうかね。ハートだと思った。やるっきゃないない、やるっきゃないない、もっと変身。タキシード仮面様、そうい。あ、ランサさん、そうなんですか。あ、ティータイムさん、自分と一緒ですね。このファイナルファイトみたいな感じでね、こう進んでいくみたいですね。で、セーラームーンの技のこれ、コムーンティアルアクション。こいや、あ、レイアースありましたね。いや、ほんとこれもうファイナルファイトですよね。こうちゃんファイナルファイトもあの体力が減る技があったと思うんですけど、これ上これが体力減る技で、上のあのリボンマークが超必殺技なんですよね。にって書いてあるんで、2回打てるという。このセーラームーンになるとこう腕力とか上がるんですかね。ただ服が変わっただけなんじゃないかと。危ねっ、
あ、PS 版は動きが悪い。あ、そうなんですか。あっと、このや、ちょっとなんか回復アイテムが欲しいところ。まずい。え、四季さん、DVD 全部持ってるんですか？この5人の他にね、まだいましたよね。うわっ、こいつなんか武器持ってんぞ。セーラーサタンとかセーラーネプチューンとかね、いましたよね。投げ技、上上、そい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 、そい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 、なかなかやりますねこいつら。オッケー、ちょっと食べ物欲しいよ。文化祭コンサートホール、うえっ、こうジャンプキック最強かもしれん。うえっ、あ、ワンアップしたこれ今音。ムンティアルアクション来いや。そいや、何個ティアラ持ってんじゃい。そーい、オッケーよ、肉まんよ。あ、飯田さんこんばんは。おっと、え、ケンケンさんステージ1はノーダメ。うわ、マジですか。それやばい、やばいだ。ここノーダメはきついよこれ。うん、半分だし死にそうだし。ケンケンさんもこれやったことある感じですかね。前言ってましたもんね。ここティアラ持ってんじゃい。やばいやばい、うえポップコーン、ポップコーンのお店。ケンケンさんこれノーダメでいっちゃうんですかこれ。あ、アンメルスさんこんばんは、今日もやってますよ。クリスマスですかね、メリークリスマス。カフェノア、パンチラキック、あ、やっちまったぜ。この敵は、この敵は女かな、女の敵かな。いや、まっついな。これで決めてやるよ。おし、雨だ、雨だからちょっと、おお、こいつやばいぞ。よし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 、なんじゃこいつ、剣持ってやがる。剣やめて、上、
オッケー。仲良しと一緒。セーラームーンは仲良しで連載されてたんですよね、確か。やばい、このごついやつ強いぞ。ごついんだよ。うわっ、何あのダッシュパンチ。やっ、うわ4匹。やばい、上、やばい、大技で魔漢光殺法。あと1匹か。やばい、後ろ取られた。いやー、いろいろ出てくんな。微妙に避けてくんなこいつら。いやー、強いぞ強いぞ。あー、いや、これノーダメで行くとかす、あー肉あったし。よし、オッケー。あっ、肉取れん。ジュリアナ、近づけさせねえよ。こっちにはティアラがあるんだよ。やばい、来てる。てかダメージ減ってないんですけど。あ、なに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 、ちょっと仲間とか、仲間とかダメでしょ。1対1の勝負でしょ。ああ、あ、でもダメージ減ってきたぞ。強くない。強いぞ。いやー、また来んの。うわ、読まれてんな。うえ、いやー、読まれてる。ほら、呼びすぎだよ。あ、ちょっと待って、超必殺使おう。オッケータキシード仮面、どんな不利な時でも絶対に諦めないことだ。また会おう。
あ、ミュータントタートルズありましたね。あ、ミサト、声優さん。普通です、きた。お、なんか音楽がいいよ。ステージいくつまであんだ？上。どんどん行きましょう。おっと、なんかモンスター、でんぐり返し。こう背ちっちゃいからやりづらいぞ。なんかよっ、飛び込むとは。うわっ、強いな。オッケー。このくらい敵が強くなってくるな。みかんちょうだい。あー、この野郎。オッケー。え、唐揚げさん、リボンありました？うっそ、取りはぐった？気づかんかった。あー、こいつも。こいつやりづらいわ、このちっちゃいやつ。こいつも。あ、あ、今度色違い。あ、ランサーさん、そうですよね、ボイスが入ってるのってなかなかなかったですもんね。こいつでんぐり返しじゃないか。こいつ何よ、お腹滑り。こいつなんかファイヤー出してくるやつだ。クソ、リボンもったいなかったな。うんばば、うばうば。こいつらはね、まだいいんですけど、あのでんぐり返し野郎が。ちょっとボスまであのリボンは取っときたいですね。あ、出た、ファイヤー。あ、上。なんだ、今度に緑何。あ、お腹滑りだ。あ、うわ、強っ。いや、強いんですけど。
あー強い。あーそうですよね、確か 2P でで2人モードってなりましたね。あーもうボス、いやー結構死んじゃったなー、これ大丈夫かな、これ最後までいけるか。ほらすごい、武器使うな武器。剣はやめて、剣はやめて、あとワンターン。あ、イカダが、あ、これ落とせばいいんじゃない、落とせば、落として落として、落ちろ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 、このイカダは渡さねえよ、落ちろ落ちんかい。あ強い、あ強いぞこいつ、落とされた、虫の息上上う、確かにパンツ、あこいつか、あ残り一機、落ちろ落ちろ、いやこいつ強いよ、いやもう半分、あ、ランエモさん今日は安定してますよね、なんか金曜日だってのに。お、バラ最高、バラ最高、タキシード仮面マモちゃん、あなんボス、あ強いぞ上、食らいやがれ、どうそうでもない、おっと、いやめっちゃ強いぞ、いやあともうちょいなんだけど、この残りの最後の必殺技は残しときたい、あらららら、すごい、オッケー、タサタハさんこんばんは、今日もやってますよ、今日の主役は君だセーラームーン、マモちゃん、タサタハさんお久しぶりです、
あ、なぎささんこんばんは。今日もやってますよ。いやー、この4人はきついよ。いや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 、あっ、あー強い、この緑強い。うえ、超必殺は残しときたいから、しょっぱなで死ぬ。てい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 、あー死ぬぞこれ。あー、あ、残業お疲れ様です。この野郎、このこいつ強い。もうちょいもうちょい、あっ、よしよし、うえ、やっと、この起き上がるところにいれば安全だ。よしよしよし、オッケー。なんじゃい、あ、またノアだ。カフェノア、やっ、この天気暗いそう、めっちゃ。うわっ、火も吹くのかい。よし、オッケー、よし、オッケー。こいつらね、強いよな。近づかない方がいい。この紫のやつはまだいいんだけど。あー近づいちゃった。うーわ、コンテニュー5だから、今2だよな。この緑は近づけない。あー、このぐるぐる野郎、あとワンパン、オッケー。
なんだよこいつら。あー2体きつい。よし、オッケー。だいぶ食らっちゃった。ジュピター、しびれるくらい後悔させるわよ。かっこいい。マーキュリーは水でしょ？でジュピターは雷で、マーズは炎で、じゃあヴィーナスは？あれ何の技？あおっと、あともうちょい。オッケー。あー出た、お前か、お前らか。やっぱ連打でやった方が攻撃入るな。うわ3匹いるし。うわ何これ、4匹いる。買っちゃえ。このゲームいつぐらいですかね。1992とか3だと思うんですけどね。あ、チェーン、ヴィーナスチェーン、愛の天罰、落とさせていただきます。なんか変なん出てきた。コンティニューがもうなくなるぞこれ。いやー強っ。コンティニュー2回目か、今3回目か、2回目か。このヌメヌメしたやつやだな。掴んでるけど、あめっちゃパンチ溜めてる。あ、しきさんありがとうございました。なんちゅう技。やばい。そういやチビウサってよくわかんないんですけど、あのセーラームーンの子供なんですかね。あっと、強いぞ。こいつも近づけない方がいいのか。パンチで攻撃したいけど
やばい。1993年ですか。あ、未来の子供なのか。パターン入った。パターン入った。パターン入りましたよ。これを取っとこう。おっしゃ。うわ、出てきた、いっぱい。この回転ね、近づけんな。セーラームーンっていろんなショーがありましたよね。無印から始まってR になって、その後いっぱいなんかいろいろあったような気がするんですけど、シリーズが。でも原作だとあれなんですかね、やっぱりセーラームーンって名前だけで、ドラゴンボール Z みたいな感じってことなんですかね。あ、出た、お前。その技やめて。上、いや、出た。これめっちゃ効くんですけども。体力あるしな、こいつ。うわ、強っ。あ、コブラさん、こんばんは。お久しぶりです。今日もやってますよ。この野郎。これじゃ、こいつジャンプキックで倒すしかなさそうだな、これ。やばい、これ、行かれる。ジャンプキック。ああ、ちょっとジャンプキックでいくか、ちまちまと。あんま効かないね、やっぱね。やばい。ちょっと一体になってくれればまだいいんだけど。入った、入った、入った、入った。ああ、まあ今はしょうがない。よし、オッケー、オッケー。来い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 。スクリーンショット撮っちゃった。あ、ずる。ちょっと。OK。コブラさん、そうなんですね。自分も結構ホラー苦手で、もう
あ、こんなとこにアイテム。で、ちょっと明日からですね、ゼロの方をお休みしまして、おっと、明日からはちょっと、ファイナルファンタジー9の方をちょっとやっていこうと思ってますので、またよろしくお願いします。あ、この野郎。こんなとこでダメージ食らえないぞ。こいつら強え。ムーンティアルアクション。ムーンティアルアクション結構ダメージ入るね。あ、ちょれー、やめて。ああ、ムーンティアルアクション。おっと、後ろから。パターン入った。お、ワンアップ。あ、皆さん結構 FF9 詳しそうですね。自分ほぼまた初見なのでよろしくお願いします。おっと、あ、回転やめて。お、ムンティアルアクションパターン。おっと、後ろからこの野郎、裏取りやがって。女子の裏取りやがって。いいパンチもらったぜ。この野郎がもう死ねないんだから。このパンチが一番効くな。もうなかなか入れるのがね。オッケー、ピッオッケー。あん、め、あー、できるだけ頑張る。残りの虫の息でも。あっとは、やるわこいつら。あ、テトさんこんばんは。今日もやってますよ。ありがとうございます。セーラームーン、ちょっとやっちゃいました。このあと何機あるんだろう。これ全クリできるかな。これゲームオーバーなるかも。リボンとかアイテム欲しいな。いやー、これやばい。あー、この回転するやつな、きついなこれ。オッケー、ケンケンさんならこんな余裕なんだろうな。だいぶ食らっちまった。ボスかな？ボスかな？ボスだ。あ、飯田さんワンツーですか。明日は縄跳び会と予想。
あ、まず、研究さん。あ、研究さん、家着いた。お帰りです。敵がそうですよね。セクシーですよね、敵が。この敵倒してから来んの、矢玉が。リボン1個残ってるよ、リボン。この野郎。見てんじゃねえ。このドロドロしたやつね、強いんだよな。ちょっと1体ずつやりたい。やばい、近づくとあれやってくるから。やばい、入った。オッケー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 。あ、まあしょうがない。コンティニュー。もうちょいよ、ザコもうちょいよ。あ、こいつもうちょいじゃない。なんなのこいつら。はぐれメタル？なかなかこの野郎。オッケーいった、オッケー。もう一体、もう一体。なんじゃい、はぐれメタル。はぐれメタルみたいなのが当たらん。ほら、すごい。こいつやっちゃいたいな、こいつ。オッケー、入ったぞ。入った、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 入った。あとはぐれメタルだけ。こいつキックでいけそうだな。ちょいよ。あっ、あ、そこまでダメージも強くないぞ。オッケー、来いや。うーわ、チャンス。オッケー、大ダメージ。雑魚敵一発。あ、お前らか。銀のやつの方が良かったな。勝てんのかこれ。うえ、あっけ、入った。リボン欲しいぞ。うまいね、避けんのこいつら。あ、出たー、これ。何も、バンナックル？あー、捕まれた。強い。やばい。あーっと。通常攻撃からの投げコンボ、了解です。ああ、いや強っ。
投げコンボ難しいな。あともうちょっと。よし、オッケー。セーラームーンはスターズ、あスターズっていうゲームもあるんですか、セーラームーンで。あ、ランエモさん、これはですね、今コンテに5回にしてるんで、5回終わるとゲームオーバーですね、きっと。あ、4回当たった瞬間に逆方向機、了解です。あ、ハレーションですよね。あ、リボンが2個になってる。この緑は近づけないな、本当に。あ、できたできた、できました、ケンケンさん。オッケー、覚えたよ。あ、シリーズなんですか。なるほど。あ、強いぞ強いぞ。クレープ。あ、皮膚やがった。ああ、ここまで来てゲームオーバーなりたくないぞ。うん、ティアラクション、よし、オッケー。いや、研究者知らないっすよ、投げコンボそんなあったんすか。あ、まだできる、これ最後かな、これもしかして、もしかして最後。おっと、あれ、できなかった。よしよしよし、あー、この緑のやつはダメなんだよな、近づいちゃ。あー、危ない、もう死ねないぞ。よし、
あ、R の次が、スーパー？ S ってスーパーですかね。で、SS？ セーラースターズ。こいつやりづら。あ、こいつは強いわ、ほんと。いやー、強っ。ケンケンさん、これ普通ですね、難易度。うわ、めっちゃ強いぞ。これで普通なんだから、もう強いってもうやばそうだな。あー、まだできる。ほんと倒しづらい、こいつ。あ、テトさん、ありがとうございます。ウサギは弱いんですかね。キャラでやっぱ違いが。おお、なんかあった。いや、でも難しいですよね、これ。子供が、女の子、女の子目線っていうか、あれですよね、子供の女の子に買ってもらうようなゲームですもんね。この3期で終わりだと思うんだよな。5回目だ、5回やったよな、多分。あっ、やっちまった。オッケー。いやー、すごい強い。あー、あと2機。出た、こいつ。あいつもちょいなんだけど。ああ、これラストステージかな。お、パターン入った？パターン入ったぞ。
危ない。うわー最悪だこいつら。なんだよこいつらもう。カブトムシの幼虫みたいな格好しやがって。やばい。終わったー。終わったー。終わったー。全クリできませんでした。あ、初心者はジュピターマーキュリー、上級者がセーラームーンかヴィーナス。なるほど。なるほどね。難しいですねやっぱり。今やっぱ普通でやってたんで、でコンティニューを5でやってたんでね、難しいがやっぱあるか。なるほどね。タサタハさん難しかったっすねこれ。ファイナルファイトより難しい感じしましたけど、やっぱキャラで違うんですね。あ、スト2ですか、ケンケンさん。もうスト2はね、もう結構やってるんで、これよりはまだマシだと思うんですけどね。はい、じゃあ今日のところはですね、まあ、ゲームオーバーになっちゃったんで、この辺が、で、キリがいいところで、終わりにしたいと思います。で明日はですね、ちょっとずっとゼロをやってたんですけど、ちょっとお休みしまして、明日からですね、ファイナルファンタジー9の方をやっていく予定でおります。ずっと見てくださった方々、本当にありがとうございました。次回、ファイナルファンタジー9でお会いいたしましょう。それでは終わります。またね。